全身用意前らんまるポムポムであります。今日の訓練はスナイパーがやっているトレーニング、キムストレーニング。このキムストレーニングは米軍の陸軍海兵隊、あと特殊部隊のネイビーシールズでも行っているっていう記録も残っていて、をはじめとして世界中のスナイパーのトレーニングとして使われています。もちろん自衛隊でもやっています。このキムストレーニングで身につく能力は、正確に物事を観察する能力、そしてしっかり記憶する能力、これが身につきます。スナイパーのお仕事のイメージって、すっごい遠いところからターゲットを一発必中でバーンするっていうのが結構イメージとしてあると思うんですけど、もちろんそれもスナイパーの大事な仕事なんですけど、それだけじゃなくって、時には敵地にこっそり潜入して情報を得てくるっていうのもスナイパーさんの仕事になります。敵地に潜入する、見つかったらもう殺される緊迫の状況の中、敵の状態を正確に観察してしっかり記憶する、そして自分の基地に帰って正確に報告する、このスナイパーとして大切な能力がキムストレーニングで養えます。まず注意事項として、このトレーニング2人以上で行ってください。まあでも一人暮らしの方とかもいらっしゃると思うので、そういう方用に私が一人暮らし用にアレンジしたのも後でご紹介します。何でもいいので物を10個ぐらい用意します。2人でやってる場合は相方さんにテーブルの上に適当に並べてもらいます。ピッピッピッって正確に綺麗に並べるんじゃなくて、向きとかもバラバラな感じで並べてください。毛布とかで隠します。これで準備完了です。用意スタートで相方さんにこの毛布を外してもらいます。ここにあるものをすべて覚えます。物の名前が分かれば物の名前、向きはどっち向きを向いてるか、形、大きさと色、どこにどう並んでいるかっていう物の位置も覚えて、蓋が開いてるのか開いてないのか、量はどれぐらい残っているのか、などなど、できる限りの特徴を覚えてください。で、制限時間が終わったら、隠してもらいます。ここから数分間、無の時間に入ります。何もしない、ぼーっとしてる時間、無の時間が終わったら、覚えてる特徴をすべて書きます。これがキムストレーニングです。覚える時間、無の時間、書く時間、それぞれ制限時間があるんですけど、今日はそうだな、1分1分1分でやりたいと思います。軍ではトレーニングがどんどん進んでいくと、この制限時間も変わっていって、覚える時間がどんどん短くなります。例えば最初1分でやってたのが30秒とか10秒とかで覚えないといけなくなって、で逆に無の時間はどんどん長くなって、1分取ってたのが最終的に数週間空けて報告するっていうこともできるようになるそうです。これできれば2人以上でやってほしいって言ったんですけど、1人でやる場合は、例えばこういう箱に物を入れて、ぐちゃ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 、なのでちょっと壊れにくいものの方がいいかも。バンと置きます。で、できるだけ見ないようにして、こう手探りで置いてって、かける、こんな感じでやってみてください。こういう感じでする場合は、精密機器とかなんか危ないナイフ系とかは やらない方がいいかも。よーい、スタート。あ、いってなった。はい、いって
経ったから隠す。で、一本測る。うわー、この無の時間の1分が長い。ました。ちょっと時間なさすぎて全然書けてないんですけど、もうちょっと本来やったら特徴とか名前とか色とか大きさとかをここに全部メモらないといけないから、ちょっと1分は厳しいかも。3分ぐらい取ってもいいかなとは思います。なんとなくの向きは結構自信ある。答え合わせします。オープン。じゃじゃーん。あー、あ、そっか。あ、めっちゃ結構自信あったのにな。結構違うわ。あれ、これ偉くない？時計の刺す針合ってる。こういうのも書いてほしい。私結構記憶力と観察力は自信があるんですよ。割とだからパッと見は覚えれたんですけど、やっぱ細かいところがまだまだだな。あー、こういうね、ロゴとかもちゃんと書いた方がいい。あー、この向きが反対だった。難しい。やっぱ時間が足りない。最初覚える時間と書く時間は3分ぐらい取ってもいいかも。どんどん能力がついてきたら時間も調節して物の数も増やしてみてください。今日は普通にキムスをやってみたんですけど、軍でトレーニングをやるときは状況がいろいろ変わっていて、例えばシールズとか特殊部隊だと後ろで銃声を鳴らしたり、フラッシュバン投げ入れたり、気が紛れてしまうようなエロい映画を流したり、混乱するような状況でこういうトレーニングをやったりもしてるそうです。自衛隊では私が見させてもらったのはスナイパーになるための検定みたいな時だったんですけど、その時は銃も持って装備もしっかりつけた状態で武装障害走みたいな感じ、何百メートルも走って2メートルぐらいある穴を1回落ちてバディと上に上がったり、鉄条網で下が泥水のところを匍匐で行ったり、ロープ1本を上まで登っていったりとか、そういう障害走をやった後にバーって覚えて、でまた障害走を走っていって息が切れた状態でやるっていうのもされてました。だどんな状況であっても冷静に観察をして記憶ができないといけない。めっちゃむずいと思う。スナイパーって本当選ばれし者なんやなって思います。記憶力と観察力はいくらあっても損はしないと思うので、実用的でミリモエなトレーニングでした。ぜひ皆さんもやってみてください。以上、今日も最後まで見てくれてありがとく大型ダンプ。毎月連載中のアームズマガジン、全国書店さんで販売中です。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。